ロナルド・ジーン・デイビスは、アメリカ合衆国テキサス州出身の元野球選手。ポジションは、投手、右ト右打ち。身長192センチメートル、体重90キログラム。息子は同じく野球選手のアイク・デイビス。プリーン短大卒業後に、アメリカ球界でデビュー。ニューヨーク・ヤンキース時代は後に、日本の福岡大英ホークスに入団したリッチ。 ご政治と共にリリーフで活躍、メジャー通算130セーブを挙げた。サンフランシスコジャイアンツを経て1989年5月にヤクルトスワローズに入団、不審で解雇されたホアナイケルバーガーに代わって、抑え役を任される。阪神には相性が良く、12試合19回に3で2勝1敗6セーブの防御率1.37という好成績だったが、 ダカードの合計は24試合37回で2勝4敗、1セーブの防御率5.35と振るわず、結果、計7セーブしか挙げられず1年で解雇された。銀縁メガネをかけて、新自然とした風貌であったが、阪神戦で同僚のラリー・パリッシュが、死球による乱闘騒ぎになった際にはブルペンから応援に、駆けつけていた。光以後、スワローズで、以外では、 唯一二十七番を着用した選手である。これは、大谷秋彦の引退後に欠番が続いていた上、かつアイケルバーガーが着用していた十六番を避けた経緯からだったが、他に、首脳陣の着用が多かった七十番台以上を、除けば七点一三四十二点五零六十九が空いていたことから、その中で、寝頃以来、正保守の番号とされていた二十七番となった経緯は、 不明。デイビスが退団した翌1990年からは、古田敦也が着用した。古田は、その後聖保守として活躍し、現役晩節は、選手兼任監督も務めたが、古田の引退後は、聖保守の名誉番号として、秋番が続いている。武器は、サイドスローからの、スライダー、フォーク、それにライジングファストボール、シンキングファストボール。ありがとうございます。